中日は2点を追う7回にオルランド・カリステ内野手の敵地打で1点を返した。カリステの身のこなし、別角度から写真複数。打線は広島の先発、久範を前に、6回までわずか1安打無得点。7回先頭の福永が内野安打で出塁も、続く川越が一直でダブルプレー。そこから細川、宇佐美の連打で2、1、3塁とチャンスを作ると、 カリステの左前打ったボールはシュートかなカウントが良かったら積極的に打ちにいったみんながつないでくれた場面でなんとか結果を残せて良かったよなおも西一二塁で広島はくのりから2番手ハーンにスイッチ代打ブライトが至急選んで満塁となりさらに代打構成で石川隆が打席に立ったが3ゴロに倒れた